国立駅旧国立駅舎再建された旧駅舎航空写真旧国立駅舎は東京都国立市にある元駅舎建築物。設計者は河野伝え。1926年に国立駅舎として建築され2006年に解体された後2020年に再建された。現役当時に関東の駅100選に選ばれ国立市指定有形文化財の一つである。 屋根窓が4箇所あり、本屋つま面の両端に柱型が取り付けられている。半円アーチ窓は木製の銀杏型の山が入れられ、中央に玄関口、左右に上げ下げ窓を配し英国レッチワースの駅舎を模した住宅風デザインである。左右非対称の三角形の大屋根にロマネスク建築風のアーチ窓をあしらっている。なお、柱型は1五十二年。 屋根窓は1970年に滅出している。木造平屋、本屋はキングポストトラスの用小屋で、ひさし部分にはコレールが柱に用いられている。全面ひさし部にはコレールの柱が4本立っており、うち2本を再利用し採築された。1926年の開業から間もない頃1925年、箱根土地株式会社と東京商科大学の間に、 結ばれた覚書によると、駅舎は外観を考慮して、入念に建築すること、駅前広場を設けること、大学通りの幅とされ、駅舎と学園都市が一体となった都市計画が立てられた。国内の駅前広場の多くが戦後に整備されたものであり、国立駅の南口駅前広場は開発当初、中央の円形公園に水菌車が置かれ、ペリカンが買われるなど、 人が集まる場所として計画されている。左右非対称の三角、屋根大学長の分譲区画図面では、道路は国立駅舎から左右に放射状に伸びる朝日通り、富士見通りの二つがあり、これらの二つの放射状道路と東西に走る南側の学園通りを線で結ぶと非対称系の三角形となる。国立市職員によると、街路に囲まれた住宅地の形と駅舎の姿は、 関係があるのではないかとのことである。2009年に策定された国立駅周辺町づくり基本計画に基づき、2013年に旧国立駅舎を採築することとなった。2015年、国立市文化財保護審議会において、再築の復元年代を創建当時の1926年とすることが決定された。思考は竹中工務店が手掛け、解体部材は、 宮大区により劣化した木材部を熱義埋めき修復され構造部材の70%という高い再利用率で復元することに成功した。旧国立駅舎の再築用地は西に約3.2メートル、南に約4.9メートル移動した位置に再築し、大学通りから見た景観、街並みを回復させた。旧駅舎両側の土地に JR 東日本が 駅前再開発で東西に一棟ずつ高さ20メートルの4階建て商業ビルを建設する予定があり、旧駅舎が高層ビルに挟まれる形になることから景観が損なわれるとの反発が起きた。これに応じて国立市と JR 東日本が2018年から11月から10日交換で国立市が隣接する土地を取得する交渉を始めて2021年3月に、 合意に至り、商業ビルの建設計画は撤回され、予定地は国立市の広場として利用されることとなった。国立駅同様、営業中の駅の旧駅舎をランドマークとして、現地で保存活用した事例。ありがとうございます。